ちゃんと塞いで。元気出していこう。おはようございます。おはようございます。ということでですね、はい、J2 リーグ第18節、はい、モンテリオ山形さん対ジェフ千葉、なんとなんと2対1でジェフがですね、今シーズン8敗目を喫することになりました。ショックすぎてちょっとテンションがおかしくなってますね。冗談じゃねえよ。急に怒る。怒ってるわけじゃないんだよ。怒ってるっていうよりは、そうだね、怒ってるっていうよりは僕はね、悲しい方だね、今回はね。ああ、なるほど。うん、悲しい時、悲しい時、2対0とビハインドを2点差にされてからやる気を出した時。よう、そんなすぐ思いつきますね、そんな。あのさ、悲しいのは本当今言ったことですよ。あのね、もちろんね、これはどの選手が悪いとかね、はい、もちろんね、恩返しゴールをね、期待していた高木選手がね、1失点目の起点になってしまうバックパスのミスとか、ありましたけどもね、ディフェンス陣全員もね、なぜか坂野選手に2ゴールを食らうわけですけれども、セットプレーに強い山形さん相手に、ぽっかりと2失点とも、フリーの状態を作らせてしまったっていう守備も問題だとは思います。だから、もうみんなが悪いんだけど、やっぱり結果だからね、チームで出した結果なので特定の誰が悪いとかではないんだけど、やっぱり悲しかったのは、残念ながら僕にはね、サッカー素人の僕が言うのもなんだけどもね、千葉由伸を僭越ながら言うけどもさ、やっぱり 2点のビハインドを食らってから、すごくなんか選手たちの気持ちというか、エンジンに、こう胸のエンジンにね、火をつけてきたというか、なんかちょっとね、だから反撃もよくあるでしょ、ハイライトとかでさ、サッカーとか野球でさ、はい、81分にラリベイ選手が意地のゴールを返すも反撃はここまで。ありますね、そういうの。まさにそれ。いやー、爆発力はあるんですけどね。まあね、今シーズンを振り返ってみますと、これで8敗目といったところで、はい、もちろんね、溝口くんがね、今言ってくれたようにね、ハマれば強いと思うんですよ、ジェフって。うん。うん、ただ、ハマらねえな。さすがにこれでアウェーでさ、今シーズン9試合やって、振り返ってみて、1勝2分け6敗。ちょっと負けすぎです。だからね、やっぱりこういう風にムードが悪くなったりすると、うん、今の やれ選手をね、使ってない選手を使えだとか、あと監督をね、どうにかしろみたいなことを言う方もいらっしゃると思うし、別に僕はそれは否定しないわけですよ、うん、ね、だってそのサポーターはそのチームとか結果とかに対してやんや言うのもサポーターの醍醐味だと思うから、全然そういう意見あっていいんだけど、ただ千葉優勝は千葉優勝で、もちろん現体制というか、今一生懸命ジェフのために頑張ってる方々を応援してくるに変わりはないんだけど、ちょっと今日に関しては残念というか悲しかったな。千葉優勝的には本当悲しいという言葉しか言えんでごわす。何ですかそのごわすって。いや、別にそんなに珍しい語尾じゃないごわすよ。いや、あれおかしいな、これ今初めて聞きましたけど。じゃどん、溝口はん、わいは残念でごわす。もう無理やりですやん。はい、薩摩の人に謝りなさいよ。本当にすいませんでした。バカにするつもりはないです。さあ、それでは皆さん、まずご家庭にある洗濯バサミを用意してください。今回は1個3個5個でございます。これをですね、皆さんタコ糸をくくりつけていただいた状態で各自つけていってください。これが完成形です。なるほど。しかしここまでだったらただの洗濯バサミに挟まれた千葉優勝。ここからがマグマなんです。まずこのタコ糸を溝口くんに持ってもらってください。はい、では溝口くんですね。ではカウントダウンをして 3,2,1 で切り替える儀式を行いたいと思います。はい、この時大事なのは痛みをあまり見せないことです。なるほど。では行きましょう。はい、3、2、1。いや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 。いやでも今のすんごいいい手応え、めちゃくちゃ痛そうな感じでしたけど大丈夫ですか？鼻もげてません？いや、確かにマグマでした。いや、いや、ガチで痛そう、今の。すんごいいい手応えでしたもん。
ということで、あの皆さん、ジェフサポーターの皆さん、アンズルナ、はい、千葉翔が今回敗戦してしまいましたんで、痛い痛い8敗目ということで、はい、痛みを分かち合いましたんで、切り替えることができたんではなかろうかと思います。そうですね、見事なマグマ洗濯バサミでございました。本当にマグマでしたね。はい、というわけで負けた時こそ千葉よしお、はい、まあ、どれだけのジェフサポーターの皆さんがね、さっきの僕の切り替える儀式で切り替えられたか分かりませんよ、はいはい、分かりませんけれども、やっぱりね、切り替えは大事、痛みを分かち合うこと大事、うんですね。そういうわけで僕は切り替えた。お、うん、次の試合に向かって頑張ろう。負けてしまったもんもうしょうがない。というわけで次の試合はですね、福田電子アリーナに戻って6月16日愛媛 FC 戦でございます。はい、愛媛 FC さんの現状を言っておくと、ちょっと残留争いと言いますか、まあそうですね、はい、ちょっとあの順位表もまあ我々もですけども、下から数えた方がいいポジションにいると。でやっぱりここではね、もう本当山形に負けてしまって、今シーズン8敗目を喫してしまった我々ですから、はい、まあ、たとえ残留を争ってようが優勝を争ってようが、もう勝っていくしかないわけですよ。本当ですよね、はい、ただ今回は前回みたいに、あの僕らねスタジアムに行ってさ、スタジアムにちびっ子たちにね、はいはいはい、あ、千葉よしおさんは2対1ねとか、はい、やっすんとかいう小僧は3対2ね。また怒られるぞ。で溝口くんっていう花粉とビールのやつは3対0ねとか言われないわけですよ。俺そんなこと言われてないですよね。ちびっ子にそんなこと言われたことないですよ。なんすかそれ。いやいやいや、なんでそこ無言になるんですか。言われたってことしときなさいよ。あ、じゃあそうしていこう。はい、決まった。決まりました。じゃあ溝口君どうぞ。僕は5対1で。5対1、はい、おー、なかなか強気だね。いやー、やっぱりね、うん、やっぱり愛媛 FC さんもちょっと今調子が悪いって、うん、あって、で、あとあのジェフはやっぱあの福田電子アリーナでやる爆発力もちょっといい計算に入れて、うん、でやっぱり今日の試合見てると、やっぱりちょっとまたエンジンかかるのがやっぱちょっとなのも含めて、ちょっと5対1っていうところで。なるほど、はい、なんか素人らしい意見ですね。難しいな、未だに当たってない人に言われても。うん、対する千葉よしお。千葉よしおの予想を言わせていただきます。6対0。あのね、もうそろそろね、いい加減にね、バカ勝ちが見たい時期。まあ確かに無失点でバカ勝ち見たいですね。もうね、不用意なセットプレーの失点とか今シーズンそんなになかったんですけど、それでもやっぱり相手に飲まれてしまうとね、アウェーではね、なかなか難しいんですけど、ホームですからやっぱり強いジェフっていうものを取り戻して。そうですね、はい、今シーズン残りもこれでいくんだっていうぐらいのなんか形というかね、そんぐらいバカ勝ちしてこれでいいんだって言えるような試合をしたいところでございます。だから僕は正直得点とかスコアとかを当てることに対して何の意義も見出してなくて。え、そうなんですか。うん、やっぱり勝ってくれればそれでいいよ。もう勝ってくれればそれでいい。もう予想はどうだったんだって感じで、もうダチューしたらもうこのコーナーやめた方がいい。はい、皆さん、非常に悔しいアウェーでの負けと、はい、2対1で負けて今シーズン繰り返しますが8敗目と、うん、なかなか本当に今シーズンね、このまま続けていけば昇格ができる、自動昇格、優勝ができるなんていうのは夢のまた夢のような現状でございます、はい、ただじゃあ諦めていいのかと、諦めてるジェフサポなんていないと思うんですけど、もちろんですよ。今シーズンもやはり諦めない勇気を持って、うん、前半戦残り3試合戦って、はい、少しでもいい形でバトンタッチをしていくと、はいはい、後半戦に向けてね、そのためにはやっぱり千葉よしおも頑張って、溝口くん、やっすんともども頑張って、はい、なんとか千葉を盛り上げていきたいなと思います。はい、なわけでね、はい、千葉よしおね、次回 FMFC 戦に、はいはい、行けたら行く。え、行けたら行く。ね、ちょっと仕事なんか分かんないんでね。あー、なるほど、うん、正直なね、ちょっと、まあ、それはどうしようもないですもんね、うん、ちょっとどうしようもないんでね、うん、仕事でね、休む休んとか君の僕はボロクソに叩くけども、僕はちょっと申し訳ないけども、おかしいな、僕は申し訳ないけども、ちょっと仕事を入ってきたらやっぱプロとしてね、自分のことをさらにあげるっていう。そういうわけでね、僕はでもやっぱり福田電子アリーナにいようがいまいが、ジェフを愛する気持ちは絶対これっぽっちも変わらないので、はい、できればですね、次回
負けてしまったからこそ、負けた次の試合だからこそ、大声援でジェフのチームをね、選手たちを迎えてあげたいなと思います。苦しい苦しい一週間が始まってしまいましたが、はい、なんとか乗り切っていきましょう。皆さん本当にね、辛いですけどもね、本当に勝ってお会いしたかったですけども、次笑顔になって仕切り直ししていきましょう。そうですね。それではご注目ください。